ウェストミンスター駅は、ロンドン都心部のシティオブウェストミンスターにある、ロンドン地下鉄の駅である。地下鉄のサークル線、ディストリクト線及び、ジュビリー線が発着する。当駅は、トラベルカードゾーン1にある。サークル線、ディストリクト線は、線路、ホームを共有する、地下駅。ジュビリー線はこれらより深い地下を直行する、地下駅である。ポートカリスハウスの直下、 ブリッジストリートおよびビクトリアエンバンクメントの交差点にある。当駅はウェストミンスター宮殿からの道路と交差するウェストミンスターバーシに隣接する。1868年12月24日にメトロポリタンディストリクト鉄道がサウスケンジントン駅から路線の最初の区間を開業させた際に開業した。 最初は、ウェストミンスターブリッジの名称で開業し、1870年5月30日に、MDR が、ブラックフライヤーズ駅まで、延伸開業をするまでは、MDR の東の終点であった。MDR は、サウスケンジントン駅で、メトロポリタン鉄道と接続する。両鉄道会社はライバルだったが、それぞれの会社の運行する列車が、相手会社の線路を、 相互直通運転する、インナーサークル系統の運行を行った。その後、同様に、MDR と他社の相互直通運転を行う、アウターサークルが1872年2月1日より、ミドルサークル1872年8月1日より、運行され、テンプル駅を経由する。しかし、1900年には、ミドルサークルが、 1908年12月31日には、アウターサークルが、その運行区間を短縮され、当駅まで乗り入れなくなった。1907年、ベーカールー線の、ウェストミンスターブリッジロード駅との混乱を避けるため、現在の名称に変更された。1920年代、新たに、ビクトリアエンバンクメントからの脇、出入口が、チャールズホールデンにより設計された。これは、 ロンドン地下電気鉄道のための建築家による最初のプロジェクトとみられている。当駅はまた同じくホールデンにより設計され、1924から26年の間に開業したシティアンドサウス、ロンドン鉄道のモーデン駅への延伸及び再建に使用された緑色、青色、黒色そして 白色のタイルによるタイル張りの設計に基づき、新たなタイル張りを施されて改装された。1949年、それまで、メトロポリタン線の系統の一つの扱いであった、インナーサークル系統が、サークル線として、地下鉄路線図上で独立した。その後、ジュビリー線延伸区間の一部として、当駅は、マイケル・ホプキンスパートナーズの設計により、 完全に建て替えられた。建て替えの間、旧駅舎のもとに広大な39メートルの深い空間が深い地下にあるジュビリー線のホームに至るエスカレーターエレベーター及び階段を設置するために掘削された。これはロンドンとンブでそれまでで最も深い掘削となった。技術者が直面した最も難しい問題の一つはサークル線。 ディストリクト線の線路の周りを列車運行を継続しながら建設することであった。その線路は300ミリメートル下げられねばならず、毎晩の終電後の数時間の間に一度に数ミリメートルずつ下げられるという方法で実行された。当駅はジュビリー線のどの駅よりも技術的な面で最も複雑であった。そして、 1999年12月22日に新たに開業した。同じ建築家による駅の上のポートカリスハウスは駅の建設と同時に建設された。古い駅舎はすべて撤去された。駅の設計は2001年の王立英国建築家協会アワードに優勝し、また RIBA の権威あるスターリング賞の最終候補の地位を獲得した。 ジュビリー1000へのエスカレーター駅は、宇宙時代の様相を見せる、巨大なコンクリートの量と円柱が、ステンレスエスカレーター及び階層と十字交差し、ジュビリー1000円新区間の他の駅と同様に荘厳な、内装を有する。構造的な補助は、ポートカリスハウスの重量を支えている。また、ジュビリー1円区間の他の一般的な駅と同じく、ジュビリー1のホームには、 気流を改善し、また安全性を高めるために、ホームドアが設置されている。ホームは、地表面から約32メートル下にあり、ロンドン地下鉄網の中で最も深い位置にある。建設場所が限られていたため、2本のトンネルは、通常の並列した形ではなく、1本のトンネルの上にもう1本のトンネルがあるという形をとる。当駅は、映画。 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団に登場した。ロンドンバスの3、11、12、24、53、87、88、148、159、211、453系統と、ナイトバスの N2、N3、N11、N44、N52、N87、N109、N136、 N155、N381 系統が当駅を経由する。ステップフリーチューブガイド。ロンドン交通局。2015年6月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月14日閲覧。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ。データ、ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧。バシーズフロムウエストミンスター。ロンドン交通局。2010年6月11日閲覧。ナイトバシーズフロムウエストミンスター。ロンドン交通局。2010年6月11日閲覧。ありがとうございます。